アンデス山脈ふもとのヌアヌコという小さな村の昔々のお話です。ある日その村で盛大なパーティーが行われました。村人は塩漬けしたマスや鴨の肉、キヌア、チチャなどのごちそうを食べたり飲んだりしながらお祝いをしていました。するとそこに年老いた貧しい男性が一人近づいてきました。村長は老人に向かって言いました。誰があなたを招待したのですか？老人はただ食べ物と飲み物が欲しいだけだと言いました。しかし村長と一部の村人はそれを断り、すぐにこの場を去るように言いました。老人はがっかりして立ち去ろうとした時、村人のアウレオが老人を自分の家に招待し、食事を与えることを約束しました。アウレオは村の中で貧しい農民の一人でした。アウレオは約束通り老人を家に泊め、食事を提供しました。翌朝、老人はとても元気になっていました。彼はアウレオにこう告げました。私はあなたの父である太陽の神だ。私は乞食に姿を変えて人の心を見ている。君はとても良い人間だと分かった。お礼にこの黄金のケーナを君に捧げよう。このケーナを吹けば君の望むものは何でも手に入る。アウレオは感謝し、そのケーナを受け取ると老人は瞬く間に姿を消しました。アウレオは黄金のケーナを引いて早速願い事をしてみました。10頭のお羊と10頭のメ羊がどうか手に入りますように。すると目の前に合計20頭の羊が現れました。さらにアウレオはケーナを引いて次の願い事をしました。この動物たちに餌を与えてください。すると畑は緑の牧草地に変わりました。貧乏のアウレオがなぜたくさんの動物を持っているのか、村中にその噂が流れました。村長はアウレオが盗みを働いているのではないかと疑いを持っていました。ある日村長はアウレオのケーナの音と願い事を唱える声を耳にしました。私の太陽の神よ、私の小さな動物たちに水を与えてください。そしてアウレオは黄金のケーナを吹きました。すると瞬く間に美しい湖が現れました。それを見た村長は何としてでもアウレオからケーナを奪い取る作戦を考えました。村長はアウレオに言いました。私はこの村の村長だ。この村の住人のために富を得たいと思う。だからお前の黄金のケーナを私に譲りなさい。正直者のアウレオは黄金のケーナとこれまで自分が手にしてきた動物や土地をすべて村長に渡しました。村長はしめしめうまくいったぞとばかりに早速黄金のケーナを吹き始めました。しかし何度吹いても何度吹いても何も現れませんでした。しまいには腹を立ててケーナを投げ捨てて村長はこの村を去っていってしまいました。今もウアヌコに住む子孫は黄金のケーナを探しているそうです。善良なアウレスは太陽の神がいつの日か
再び現れて、他の寛大な男性が黄金のケーナを見つける日が来るまで、それを隠しているそうです。